芸人の道なんか縁というか、どこに向かってもいいねんけど、そうやねんっていうね、なんかなかなか難しい。あと、そのゴールがない。はい。明確なゴールがないし、はい、何をもって成功っていうのがないし、だから僕が一番恐れてるのは、はい、一番ほんまに恐れてるのは、はい、ファイナンシャルプランナー1級を取った時が怖い。もう、今の生活の半分ぐらいを占めてるわけですからね。それを取った時が一番僕怖くて、なぜかって今、はっきり言って、しんどいって言ってもそんなしんどないねんか。なぜかって言ってるからある程度、もう半分が入ってるから、はいはいはい、だから100点満点中で98点やったことでも半分は入ってるやんか。だから半分入ってるから、まあ、分からないも多いけど、分かる部分も多いから、あんましんどないっていうのがあるよ、まあ、そこに比べて。でも、ファイナンシャルプランナーで1級取って、まあ、特に、まあ、専門のあれでもないから、とっとたないけど、的な目標を決めたときに、また知らんとこの、はい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 、意識からなんか、それ勉強なのか何かをやろうと思うのはしんどい。入り口って一番しんどいですもんね。しんどい。だからそれを考えたら、今勉強してて、なんかこう、落ちた時に、わあ、よかった。なんか、4ヶ月ぐらいやっていけると思うよね。またファイナンシャルプランに向けて頑張ってるってなるんですね。道がしっかり引かれるやん。ああ。それを通って、またさらちで、はい。はい、何かしてください、僕怖い。でも、目的変わってってますって、それ。だから僕、練習してたら楽ってのはそういうことや。練習がなくて、さらちにされた方が、絶対怖い。燃え尽き症候群みたいなことですね。燃え尽きというか、その、階段がないんや。だから、一番最初のね、やり始めがどう、作るところが一番いいですもんね。どうするっていうか、それが資格弁護やったら、例えば税理士の追加だったりしたけど、それを一回置いたら、じゃあ、はい、わかりました、取れました。はい、明日から何かをやってください。もう、言うたら大学生の気分と一緒や。はい、あなた、もう、何かやります。怖い、なったらやってください、怖い。ほんならそこで、やっぱ迷うの、あれなんか料理が今、いいから料理の研究しようかなとか、そうなるわ、今度、毎度は。ちょっとなんか、落語を聞いて勉強しようかなとか、果てしない。はい、これで、やってるとき、これ何の意味があんねんとか思ってますしね。わかる、将棋で言うと、もう今僕が、なんかこう、資格試験に前やってて、FP に回って、こう、終盤の局面に入ってるやん、ここ。楽しい。でも、それで、はい、対局終わりましたって言って、まず1手目、どこ置いてもええとこに。どうしたよ。わからへん、これ、歩を上げるのか、王に逃げるのか、これ1手目がめちゃくちゃむずいっていう。なるほど。だから、芸人がむずいのは、ほんまそれやと思う。そうですね。言ってみればむちゃくちゃむずいと思う。仕事がないときの。そう、仕事がないときの言ってみるほどむずいものがなくて、だけど仕事があるときは何も考えずに。で、仕事に向けて準備していけばいいですからね、常に。そう。だから、入り時間があって、あの時間に入ればいいな、あこはあれすればいいな、まあ、何時に寝ようって。ずっと映画するってことや。うん、どこを送ってとか、このネタ考えてとか、そこをずっと努力していけば。そうそう。で、ほとんどなんか乗り出したら、その、僕もまあ、そんな状態に長いこと続いたから、とりあえずは、この曜日は、あこの生放送きついなとか、これ食らなかなとかっていう、こう、なんとなくリズムでできて、あ、ここの生放送楽しい、この営業って、リズムがあるやろ、あ、ここはって。ここちょっと休憩してな、遊びに行こうとか、ね、こんなのあるんだけど。一回そのモードがなくなって、だからそれが終わった時が一番怖い。そうですね。だから僕、芸人で今30年目やから、はい、はい、一番怖かったのが、この4年ぐらい前、3年ぐらい前、映画がゼロになったタイプ。言ってましたね。あれがマックスきつかったね。いや、それはそうっすよね。で、その終わるっていうのを観測してるこの前後3年ぐらい、まあ、6年ぐらい。だから、はい、なんか、YouTube 始めた時に、俺ずっとしんどいって言ってなかった、怖い怖いで。言ってました。あの時、八木さん、そうでした。
ずっと怖がってたよ。はいはいはい。でそれは、怖いの分かってる、なかなか感想が立ってる、次の手が出てない、あると怖さ。この YouTube も、多分その次の一手やったんでしょうね。そうそう。僕がしちゃった時の。そうそう。俺は警察的に何でもやってるけど。そういう意味では、もう僕、この1年で抜け、そこの、この一番怖いと抜けたのよ。固まってきたんでしょうね、そこに。そう、一人で前を行けるっていうか、行ってるっていうのもあったし、なんかこう、勉強したりとか、なんとなく生活をもうこうできるようになったから、今、心が安定してるけど。はい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 。で、心が安定してるのと、で、これなんで、僕、まあ、これ、ほんまに思うで、最近、これ、ポジションって喋ってないから、これに関しては。はい。で、僕が今、心が安定してるのは、その、一人で、まあ、営業っていうのを成立させることができたことと、はい、あとは、この、次の展開、未来に対しての、こう、手を打ててるやんか、営業とか。だから希望があるやん。これによっての心の安定と、あと金銭的なコントロールが立ってること。うん、金銭的な部分で追い込まれへんっていうのもめちゃくちゃ大事で、で、これは何が大きかったかというと、僕大阪に家を買ったことがめちゃくちゃ高かった。なるほどね。もう一絵にこれだけ。神の一手、それが。これもう半分ぐらいはそれやん。いやまあこれ東京で買ってたらどれぐらいかかりますもんね。やっぱそう、東京で買ってたらもう単純に1億3000万ぐらいかかったから、で、まあ、買い1億3000万かかって、でもし買ってなかったら家族がやったら家賃、まあ、最低でも30から40かかったから、でなった時にもう目とか立たないから、それを維持し続ける。で1年じゃなくて、子供が言うたら小学校入って、そまあ、せめて中学校で10年ぐらい続くわけだから。はいはいはい。ほんなら30万でも、ね、年、ね、360万の3600万ぐらいいるわけだよ。それがまた、そこからまた高校行って大学行って金がかかるやん。で、それの、そっちを踏まなかったことは、すごい心の安定に。なるほど。寂しいけどね。ただ、家帰ってへんし、まあまあね、ほんまだったら、子供とか、この時間もだって家族とならないけど、結局は家帰ってる、家にも帰ってなくて、まあ、子供に追ってても狭い人暮らしとかおるわけだから。で、休みの日でも結局は、することなし、家に行ったりとか、そういうことやから、東京におったらね、そうですね。その短縮の日がしんどいけど、まあそれが努力というか努力だし、これがもし東京の行って言ってたら焦ってると思う。いや、相当焦って、お前、1.5 倍ぐらいってなんですか、やっぱり。いやいや、1.5 倍じゃない。2倍 ?4 倍。4倍。え、物件じゃないの？はい。4倍。それは全然違いますね。だから、ただいち簡単なこと言うと、その困ったが今住んでるとこ、家賃何本？だから、今払ってるって言えば。自分で言ったら、光熱費込み4万ぐらいですね。まあ、ほんなら、もう単純に3でいいから、そこの家賃が12万ってなる。ほんなら、心が安定するの難しくない？いや、無理ですよ。じゃあ、ほんなら、心が安定せんから、ちょっと芸人辞めるっていう選択肢出てくるんやつよ。まあまあ、もちろんね、それだと。だから、そこがめちゃくちゃ、まあ、自分に置き換えたら分かんない。柴田やったと今の状況で、まあ、リア充してそうだけど、お前、そこの状況で、その家賃今何本？家賃5です、5万。そこが、仮に15万やったらどうなる？いや、もう無理ですよ。もう芸人やってる場合じゃないです。そうなんだよ。それやん、追い込まれるやん。それは俺の家族見てて、言うたら、その東京に家族持ってきてたら、そうなってたんだけど。で、持ってたし、まあ、レギュラーだった時期がね、まあ、全国ネットでレギュラーだった時期が10年ちょっとあったから、その時の5年目ぐらいに連れてきててさ、終わってるんですよね。ほんならどうなっててって話してくるやん。だからそこら辺が、なんていうかこう、目処立って精神が保てるのは、大阪に、まあ、安い家を買って、家族はもう避難させてて、避難俺は避難って言ってるんだよ。
や、幸せな家庭を切り抜いたらそこに避難ではないですよ。もうこのお笑い船長から避難させて。あ、そんなことないですよね。そこでからもうちょっと別にしててっていうことが、やっぱこう、なんていうかこう、心の余裕が生まれるよね。心の余裕が生まれるっていうのは、どういうことかというと、勉強ね、まあ、まだ分かったままだけど、はい、なんでしんどいかっていうと、絶対受からなあかんっていうプレッシャーでやるし、勉強としんどいもないのよ。もう怖すぎますもんね、やっぱそれは。怖いやろ。で、うん、トレーニングでもそうやろ、ここだから、自主練してる分に追い込まれるけど、はいはいはい、って言われた瞬間に同じような人もめちゃくちゃしんどない。うん、どうです。いやし、まあ、舞台に置き換えても、このバトルは絶対勝たなあかんっていう時のネタ合わせほどしんどいものがないというね。しんどいもんだよ。同じ、なんかこう、自分で売って、自分たちでこう、独自にソロイベントのネタと、もうバトルからね、ネタと全然違うよな。だから、はい、僕がこう、勉強やってることも、しんどいけどそこまでしんどくないのは、追い込まれてないからね。そうですね、絶対必要な資格じゃないと思うね、別に。そう、これをもし追い込まれて絶対勝たなあかんかったら、もう多分眠いけど無理やりやるからまた嫌いになって、どん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 追い込まれていくっていうパターン。そうですね、確かに。だからこう、どう打つかってもめちゃくちゃ重要やね。原因だし、うん、それは、なんていうかこう、家庭を持ったらより重要。はい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 。一人の時はまだ打てるわ。一人ってまだこう身軽やけど、家庭が生まれたら、ぶっちゃけ思ってる以上に、ぶつかる。思わないますよね、一定は、うんうん。ビビるで。思ってるよりビビるって、ほんま。駒が上がらないかも。明確にどこ進むっていうのが出てくるからね。はい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 、そうですよね。どこ進んでもいいわけじゃないからね。どこ進むっていうのがもう出てきた時のこの、だからやっぱりね、こう40代の人の社会人で、なんていうかね、心を消してるというか、やっぱ人ができてるもんね。ああ、なんかこう覚悟とか、若かった、そこ覚悟や、若かったら言い返してほしいけど、はい。家族を支えるためにっていうので、おお、見えてますもんね、もう何十年先までどうしていかなあかんというのが。だから俺ほんまに、なんかね、高校1年ぐらいで握手してとか、写真撮っててめっちゃ言われるねん。で、考えたら俺あんまりテレビ出てる時に、はい、言われたことなかったから。出てる時の方が出てる時の方があんまなかったけど、はい、最近なんかほんまに言われんねんか、そう分かんねん、こっちの感覚で、はいはい、で、AT してくる人が40代の頑張ってこらえてるサラリーマンの人。なるほど。ああ、やっぱり応援してるのかな、なんかこう応援してるんやと思う。で、実際にまあ俺、じゃ電車で会ってるから。だから電車で声かけても、まあ、ホームで出た、ここ聞いたわけで、ホームで出たとこで頑張ってくださいって言われるときに、やっぱり分かんねえやん。あ、この人ほんまに、なんか、テレビ出てきてときに電車乗って、家族を支えたっていうのが分かんねえやと思う、年から。なるほど。そう。だから、その、来る人が全員俺と同じマインドの人ばかりよ。それでも嬉しいですね。確かに熱いですね、なんか。そう。だから、俺がその、まあ、業務を、拍手の中に業務を各入れて飲んでるとかも、なんか分かってくれないと思うわ。できてボケじゃないのか。もしかしたらその人たちだけ笑ってないかもしれないですね、そのボケを。よしって思うこと言うから。せやないかもしれないですね。一番貧乏な誰か言おうか。答え出てるんですか。一番貧乏な。一番貧乏なのは誰ですか。一番貧乏なのは、40歳。
あんな頑張って、あんなに働いてるの。一番稼いでるのも40代のお父さん。これどういうことですか、それ。40代のお父さんが一番稼いでるね、はい、稼ぎは。まあ、55グラムだから、はい、一般的に頑張って40から55歳ぐらいが一番こうサラリーマンでいうと高い年収に行くの。でも、一番お金かかるね。まあね。それはお子さんで、例えば、30歳で子供だったとしようよ。はい。ほんなら、まあ、40ってことは、子供は小4とか小5ぐらい。ああ。で、45歳のお父さんが生まれたら、子供は15で高校やの。高1入って。うん。ぐらいで、まあ、私学行くとかなってきたときに、で、そこで奥さん奥さんで、まあ、ママ友のあんま奥さんやから汚い格好もできへんし、で、言うね、いや、美容師行くって言って、美容師行くの。そらそら、行こうやな。で、何個やし奥さんが言うの、1万円。1万か。1万か、まあまあまあ、まあ、なきでそらがしいで、自分が、安いとこ行って、行く。で、まあ、その子供の、習い事もなんか季節ごとに服もいるやん。まあね。で、年1回ぐらい旅行行こうと旅行も高いし。ほんで、こう全部やったときに、もう残ってるのは、もうほんまに自分のこの最後の1万円とか出てくるんだよ。すずめの涙が。すずめの涙を稼いだけど、全部持ってかれて、税金も持ってかれて、家族って1万円になってきたのに、ここで。はい。もうこの1万円をどうするかもう命の1万円4万円で、でこうどうしようかってなった時に結局大阪だったら京橋とか重曹とかああとりあえずちょっと京橋 の立ち食いそば、はい、あれを400円で食うてやみたいな、はい、もしくはせんべろのとこ行って、はい、飲むのもいいで、あのやち、ああいうところでメロメロになってるお父さんをもう、なんか無理しちゃダメですね、じゃあ。ほんでお父さんも、そっか。これは、競輪とかボートで、あそこでも、大きいでしょ。夢欲しいですもん、やっぱ。もうそう思った瞬間ね、アドレナリンがもう、動画見てバーって出るのよ。広がります、夢が一気にね。あれ、ね、そんな、1万円、2万円買ってませんよ。はいはいはい、大きい100円で6点とか、じゃあまだ3点とか。100円から遊べますからね。うん。芸人競馬は。そういうことや。そこだよ。そこだよ。そこだよ。考えたんですよ。考えたんですよ。はい。まあ、換金、まあ、いわゆる払い戻しが何ぼかは分からないけど、まあ、運営費もかかるから、普通に考えたら、僕は70%ぐらい返ってきてると思うのよ。まあ、ギャップにもよるんやろうけど、70%ぐらい返ってくる。75日とこから借りに、うん、まあ、その、ジャンルによるやろうけどね、そのやってることの。で、例えばですよ、6点。はい。6点、だから100円で、6点とか600円やん。で、何レース ?9 レース ?10 レース ?11 レースまで行く?11 までメインまで行きましょうよ。まあ、11にしようや。はい。10に行った方がいいかな。俺、競馬もあれなんだけど、10に行った方がいい。競馬で一応10にいいですね、多分。10に行った方がいい。まだ10に行こうや。ほんなら、まあ、600円、6点で、まあ、ボックスサイドはね、例えば、1、2、3、4、6点だったら、600円かける、12レース。だから、まともに7200円。まあまあ、単純に計算する。単純に。ってことは、多分1レースで9時ぐらいかな。そうですね、朝っぱらからやってますね。で、5時ぐらいもいいかな。メインが3時半とか4時。16時。はいはいはい。1日かけて7500円なんか7200円か。はい。ただ、普通にやで、本命が本線買っていって、確率上で考えれば 75% は返せると思うんだよ。なるほど。だからかける、ってことは負けるのが 25% だよ。はいはいはい。かける 0.25 で負けるのって800円だもん。
ああ、なるほど。1日遊んで1800円。そうそう、トータルで考えればいい。で、1800円で、毎週行こうか。毎週行ったら、かける4で、まあ、7200円ぐらい。だから、毎週行っても、146点かけてる分には、多分そこまでいい。そうですね。まあ、確かに。で、ダメ。うん、だから、7200円かける 0.25 で5800円。ここからや、ここからちょっとね。はい。食いたなんでな、なんかな。いや、まあ、まあ、それは腹も減りますわ。腹減るから、で、あ、俺が思ったことで、あくまで俺の個人的な感じで、酒安くないの。あの安ないね。だから酔っ払わないようにしてるのかな。なんかどら焼きとかおでんは結構安いけど。あ、なるほど。その競馬場とか競艇場があって。そうそう。だから酒は別にしっかり400円もらってるんだよ。なるほどね。だからまあ1日とか2杯飲んで、はい。クルシカとかどうてくるって2000クルとするやん。はい。はい。1日ね、2000食うとしたらコーヒー飲んだから、プラス2300円なのよ。で、4時半に終わって中途半端で負けてるから悔しいから、はい、ここでパチンコに行って4000負けて、結果8000ぐらい負けてる。結果だから8000負けてますね。そこで4時半で帰ればいいんだけど。そんな人の感情ってそんな単純じゃないですもんね。だからね、これ攻略法用が俺ならな、ファイナンシャルプランナーってここまで考えてくれるんですか。俺ならば EQ レベルなんてことこれぐらいやってくれるよ。まだ EQ です。まだ EQ。 俺ならば、例えば朝は家で食うか、朝って安いから190円で食うから、行くだけで、そのモーニングのコーヒーで出番とか。そこで予想を、もう実際行く前に予想しとくね、ずっと。はいはいはい、俺の親父やってたな、それ。そう、だから、ハイはもう5年生とか。そんな朝から多分やってる人なかなかいないね。そう、相当だから、なるべく意味を遅くする。で、意味を遅くするし、予想をしっかりする、その喫茶店で。何の予想をすることによって意味を遅くできない。ということは、結果的に5レースが入れば、残り7レースから、600×7 で4200円で入れる。はい。で、これかける 25% だから、かける 0.25 は、正負けです。なるほど。1月の正負け。で、ビール1杯とおでんでプラス1000で2000やんか。ほんでやな、ほんで。赤にし銭湯行こう。うわぁ、え、いや、いや、汗もね、かいてるし。そう、赤にの銭湯行って、プラス500円で2500円。で、これを毎週やることによっても、1万円。だから、さっき言ってたサラリーマンの人が1万円っていうのを効率的に使うのだったらこれやったら。朝喫茶店でできる限り予想を粘って行って、本線買って 25% 負けて、で、さっきも前だビールやったパッと飲んでまうから、ワンカットをチビチビ飲んで、チビチビ飲んで、ほんで食うて、シャトルバス乗って、で、もう、近所テント行って、ほんなら、まあ、じゃあ、次1万円ぐらいになるから、俺は40代の楽しみはね、それだと。うわぁ、でも、ちびちび飲んで、おでん食べて、それでもう、まだ5日間働かなかなと思ったら、地獄ですね。いや、それが楽しい。うわぁ、いや、もう、6秒ぐらいから、もう、ワンカップ、ちびちびがもう、僕の前から。しばらく。そうだったら1週間経つけどね。日曜日にそれをすれば、もう木曜ぐらいから楽しみになるやん。なるほどね。あと月曜日はその余韻も楽しめるから。カーブ安いよ。
カースイだけ頑張ったらもういけんねん。そんなことある？ほんま、カースイ。うん、いやでも平日からだいぶ切り詰めなきゃダメですよね、生活も。まあ、でも1万円の小遣いは多分いけると思う。うん、まあ、たぶん昼飯とか食べてても。ちなみに今日僕、ゲーセン行ったら、まあ、新橋でゲーセン行ってんけど、あまあ、もともと50円やったけど、100円に値上がりしたんやけど、シューティングゲームね。50円とシューティングゲームあるんすか？いや、僕、全部50円やったけど、なんかね、ちょっとね。でまあ、東京だったら新橋の、大阪だったら大阪第4ビルのとこなんだけど、うん、で、まあ、シューティングゲームでも、まあ、俺はっきり言うと、めちゃくちゃうまいねん。なぜなら、同じゲームばっかりするから。で、そこからこう、マージャンゲーム50円だけど、で、マージャンゲーム50円だけど、その一つのポイントがあって、あれ、マージャンゲームって、こう、合わせたら、単にこう、来てくれたら早いんだよ、展開。すぐ終わっちゃう。すぐ終わんねん、あれ。こう、相手がちゃうねん。真剣に読まなかったの、相手のやつを。だからこう、プレイ時間をすごく遅くして、なんかこう、しっかり考えんねん。こう、すぐ早いから、あれもう、まあ、2、3分終わるから、ちゃんとしっかり。楽しみだ。楽しみ。そう。それやったらすぐ時間もつ。もつ。もつ。でも、そういう人多い。なぜかというと、新橋の、まあ、新橋、のビルと、はい。まあ、ニュー新橋ビルってところだけど、あと大阪大のビルは、ゲーセンがあるんだけど、そのゲーセンが、やっぱ俺は、40歳の人が多いんだから、行ってる。へぇー。そうだ。大阪行ってるんだよ、お前。大阪の駅前大ビルとか、大のビル行ってないよ。僕は飲みにたまに行きます。あ、行ってる？はい。めっちゃおもろいやん。いや、めっちゃ楽しいですね。もう駅前ビル。駅前ビル、しばらくさすがやで、もう気づいたのに。もう安いし、にぎわってるし、もういろんなとこ飲み歩きできて。あ、ここ一番おもろいやん。今一番大阪でおもろいっすね、駅前ビルは。多分190円ぐらいじゃん。いや、ほんまにそうなんですよね。サラリーマンだらけですもんね、言ったら。そうやな。だから俺なんか、全然その駅前大ビルとか大ビル分かってなくて。はいはいはい。で、まあ、なんか行くところってザウラとか。はい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 。前で堀江とか。はい。福島とか。うんうんうん。まあ、雨村とか、東新栽培とか、そういうところが前だもん、ミニスポット。まあね。違うんです。駅前第2ビル、第4ビルやん、今。梅田の。うん。で、これ時代とともに変わって、僕らの時はやっぱりね、アメ村がすごかったんですよ。はいはい、はい。アメ村で飲むってことですか？居酒屋。居酒屋もあるし、クラブみたいなのもあるし、あがあったって、ほんで、おしゃれな子は東新栽培してるのみたいな。あっちの方ね。あっちの方ね。あっちの方やったんです。で、まあ、もっとなんかおしゃれ、それがちょっと堀江の方で、それこそ、しばらくの困った方でチャウマイルとかさ。はいはいはい。そっちの方で来たら、うん。で、堀江で飲むみたいな。で、そこになんか天馬がめっちゃ熱いよみたいなで、天馬がこう、勢いが当たるとか、なんか福島に当たるとか、その道具屋敷のとかも、いわゆる裏ナンバーが、ああいうのが。ありましたね、ブー。でも、俺、究極今は、やっぱもう、駅前第4ビルやと思う。ああ。しかも、美味しいお店が多いですよね。美味しくて安い。うん。うん、客単考えても、アホやろなと思う。へぇ。ほんまに、あ、困ったら分かってないから、その楽しさを。まあ、僕、飲みに行かないんで、まず僕自身が。いや、俺でも飲まないんで。はい、あ、ここはもう、空気吸いに行っただけだけど。リアル空気バイキング。うん、リアル空気バイキングですよ。パワーなのそうとか。サラリーマンの活気と。そうそうそう、まあ、俺がそっちの年齢に向いてしまったかもしれんけど。いや、あの、自宅の詰まり方と、まあ、一番熱いと思う。
いいっすね。いやだからまあ、あの要は40歳のお父さんに、まあ、最近ちょっとこう、まあ、シンパシーとか感じてもらえて、まあ、俺も50になってしまうんだけど、いや、そういう、はい、価値観でね。うん、八木さんとか、そのパパ層の心を掴むかもしれないです、もしかしてこれから。いや、ほんまに、ほんまに厳しいからね。いや、僕らも笑ってますけどね、いずれ来ることですよね。いや、だからほんまに、芸人面白いそうよね。あの40過ぎたから50にかけば一番怖いよ。一番踏ん張ってるゾーン。後悔も